工房 U 田中浩二さん。阿蘇市一宮町にて工房を構える。学生時代にアラスカの自然を舞台とした一枚の写真に衝撃を受け、単独アラスカを探訪する。その後カナダで一人の陶芸家との出会いが陶芸への道へと誘う。すすきの釉薬、粘土、火山灰など阿蘇特有の素材から作品が生まれている。最初学生時代にちょっとあんまり勉強しなくて落ちぶれて、ですることがなくてフラフラしてる時に星野道夫の写真を見て、それがあの林の森の中にヘラジカがの頭蓋骨があって、そこから苔が生えてて、その森を再生してる写真を見たんですけど、それを見てちょっとその世界に行ってみたいなと思って、まず旅をアラスカにして、でちょっと1年ぐらい行きたいなと思って、でアラスカじゃないんですけど、まあカナダでワーホリに1年行って、でその時に小さい島の小さい農場でちょっと働いたんですけど、そこで知り合った人が農業しながら陶芸をする人 でそういう生き方がいいなと思って憧れて、で日本に帰ってその焼き物学校に行くようになりました。唐津焼の先生のところにアルバイトに行って、でたまたまお弟子さんが辞めた直後 でお酒飲んでる時にお前ちょっと来ないかって言われて、はい分かりましたって言って弟子入りしたんですけど、夏にバイトに行くまでは唐津焼もその先生のことも全然知らなくて、だからまさかそこに弟子入りするとは思ってなかったんですけど。草原の草を燃やしてプールを温めるっていう実験プラントがあって、でその実験プラント自体はもう終わっ実験はもう終わってたんですけど、その焼いた灰が大量に余ってて、すすきの灰は唐津では藁の灰を使うんですけど、同じイネ科なの でこれは使えるかなと思って最初試験したのが始まりでしたね。藁灰と大体同じ結果だったので、その結果としては良かったです。乳白色、乳白した色を出せるのと、あと耐火度を上げるということがもともと目的で使われるます、はい、じゃあこう白っぽい。そうですね、ベースは白っぽく白濁した色になります。そう、粘土を掘りに行ったり、あとはリモナイト、アソードを使ったり、だからリモナイト自体は唐津でも使ってたので、焼き物の原料としては割とポピュラーなものですね。あと火山灰を使ったりしてます。今はやっとこういう場所にたどり着けて、やっと作りたいものを作り始めてるので、やっと辿り着いたって感じですね。これがビル、建物のビルをイメージした作品で、これはダムをイメージして作って、でそれが阿蘇の自然で破壊された姿なんですけど、結局はその人間の力では自然の力にかなわないという、要するに自然を常にその大事にするというか、尊敬の念を持って接して、で今度自分は今破壊をしてあるので、
これを使う方が花を入れて破壊から再生につながる願いや祈りを込めた作品ですね。物を作る上では、まあ、先生ですし、生活する上では何でしょう、その自然の中に自分が一部、自然の中の一部になれるので、言葉では何て言っていいかわからないですけど、まあここに生活することでやっぱり幸せになれるというかですね。よく面白い生き方をしているねとは言われるんですけど、まあ自分のしたいことをその時々して、あとたまたまの出会いを逃さずに来たら今ここにいる感じで、あの人がどう思うかはあまり興味がないというか。今の先生は阿蘇の自然が先生で、自分が作るものを阿蘇の自然に接することで、それを自分に取り込んで形にするっていうことになるので、今阿蘇から学びながら作っているっていうところですね。